もうすぐ自分が主導した番組が完成だな。人気出るといいんだけど。あなたの新番組よかったわ。でもまだまだ高みに登れる。なぜならテロップが番組の魅力に追いついてないもの。そんな、それじゃせっかくの新番組が台無しになってしまう。大丈夫よ、私がとっておきのテロップオペレーターである山田さんを紹介してあげるわ。彼女はすごいんから、もうとんでもすごいテロップを作るの。具体的なことは全然わからないけど、渡りに船だ。早速連絡を取りましょう。ごめんなさい、無理です。なんですって。子供が動き回る時期なので、子供を置いて出社することは難しいかと。自宅でテロップ編集できるのやりますが、家にあるコンピューター、ネット動画を見るためのノートパソコンだけなんです。これじゃ以前使っていたソフトなんて動きませんよ。それに使い慣れたテロッパーじゃないとすごいテロップなんて作れませんし。どうしたら。そんな時はシーカにお任せ。シーカとは、安全性や運用の快適さを追求したクラウドコンソールです。シーカは専用ソフトのダウンロードが不要で、ブラウザからクラウド内のデスクトップへアクセスすることができます。デスクトップでは弊社テロップ作成ソフト、テロップステーションをほとんど通常通りに使用することが可能です。そんなシーカの特徴をご紹介してまいります。まずは制作環境についてです。シーカは高速 VDI 技術により低遅延を実現しているため、素早いレスポンスで操作が可能です。また必要になったら台数を増やすといったスケールアウト運用を状況に合わせて行っていただけます。さらにクラウド VDI なので、一般的なノート PC でもテロップ制作が可能であり、お手持ちの機材を流用しやすくなっております。これらの特徴から、テロップ入力端末が足りない、人手が足りないというシチュエーションでは、お手持ちのノート PC などを臨時のテロップ入力機材としてご利用いただけます。次に、シーカの特徴としてセキュリティの強さも挙げられます。すべての通信経路は暗号化されており、強固なユーザー認証サービスを採用することで、多要素認証や異常検知を実現し、不正アクセスから機密を守ります。またログインするたびにテロップ制作環境が新規に用意されるため、各種サービスへのログイン情報などユーザーの個人データがデスクトップに残ることを防ぎます。テロップはクラウド上のデータベースに構築されたクラウドロケーションに保存されるため、通常の運用とほとんど同じ感覚で保存していただけます。またシーカ環境を利用してセキュアにデータの送受が可能です。これらの特徴から、テロップオペレーターが在宅勤務や遠隔地にいるというシチュエーションでも、一般的なノート PC からクラウド内で完結したセキュアなテロップ制作作業を行えるため、人員の柔軟な対応を可能にします。それではクラウドデスクトップでのテロップ作成が可能な製品 VWS on シーカを実際の映像にてご覧いただきます。まずはマイクロソフトエッジまたは Chrome ブラウザよりシーカのサイトを開きます。シーカを開いたら、まずはログインをしていただきます。サインイン画面へと書かれたボタンをクリックします。登録済みのメールアドレス、パスワードを入力したら、サインインと書かれたボタンをクリックします。続いて登録済みの電話番号で2段階認証を行います。認証に成功するとスイカのホーム画面が開きます。ここではワークスペースと呼ばれるクラウドデスクトップから使用するものを選択します。ワークスペースを選択し、開かれた画面がこちらです。クラウドデスクトップへのアクセスは、作業を開始すると書かれたボタンから行います。クラウドデスクトップが起動するまで少しお待ちいただくと、
このようにブラウザからクラウドデスクトップへアクセスすることができます。それでは早速テロップ入力ソフトを起動します。デスクトップの入力アイコンをクリックします。ご覧の通りテロップステーションが起動しました。作成したテロップは動き付きの効果も含めて Cica 上で確認送出が可能です。 VWS on Cica にはクラウド上のデータベースを標準搭載しており、作成したテロップはクラウドロケーション内の番組に保存可能です。また同じワークスペース内で同一のクラウドロケーションを利用可能なため、複数のユーザーが同じ番組に対してテロップの追加作成、修正、変更が可能です。クラウドロケーションに保存したテロップは番組のエクスポート機能を用いることで Cica を経由してローカル端末にダウンロードできます。また作成したテロップをエクスポートし NLIN on Cica で利用可能です。